今回は、決算中心蔵。監督は、中村義弘。2019年の作品です。元65年12月14日、赤穂浪士による吉良邸討ち入りは、当時の日本を震撼させ、後に人形浄瑠璃や歌舞伎をはじめ、小説、映画などメディアに展開し、多くの人々に伝わった物語。それを経済の観点から見直します。出演は、堤真一、岡村隆史、竹内優子、石原さとみ、浜田岳ほか、討ち入りの首謀者、大石蔵之介が詳細に残した決算書をもとに、衣食住に加えて、障害、工作、装備など、討ち入りにかかる諸経費を、当時の物価から推察し、検証。斬新な視点から見る、ユニークな忠臣蔵です。